いろはにほへと図書館からのお知らせです。だいぶこの町にも慣れてまいりました。自由気ままな小さな小さな移動図書館でございます。ちょっと懐かしい本や隠れた名作、作者がわからないものや手作りのおばあちゃんのレシピの本などなど取り揃えております。当店は日の出から夕方までの営業、屋根の風見取りがないときは休館となっております。今日は黒ごまのクッキーをご用意しました。ポットの紅茶はどうぞご自由にお飲みください。さて本日の紹介の本は手のひら階段。今インターネットで話題になっています3分で読める800字の階段シリーズ、待望の第2弾。一度読んだら二度と忘れられない怖い話、不思議な話、奇妙な話、切ない話、三度の飯より階段が大好物の書き手たちが腕を競った中から特に評判の良かった作品ばかりを全108編をまとめたものですね。ではその中から今日一つご紹介しましょう。謝罪の理由。物心がつく前に母はすでに亡くなっており、父は男手一つで私を育ててくれました。どんなに仕事が忙しくても父が保育園まで迎えに来てくれたのです。ところがその日、父はなかなか姿を現さず、幼い私は不安でいっぱいでした。すでにみんなお迎えが来てしまい、教室も庭も何やらよそよそしい薄暗い夕闇の中、保母さんたちも気をもんでいるのが分かります。辺りが完全に暗くなった頃、ようやく街灯に照らされて長く伸びた影帽子とともに父がやってきました。遅いよ、怖かったよ。私が走って父の音まで行くと、大きな手で頭を撫でてくれました。ほっとしました。父のお腹に頬をつけてぬくぬくとしようと噛みしめていると、何かとろりとしたものが目に入ります。とてもしみて痛いと言うと、すまなかったなぁと父が謝りました。見上げると父の体という体から血が吹き出してきて、服が赤黒く染まるところ、まるでいちごジュースの噴水のよう。父は私を見つめると、元気でな、体を大切にするんだぞと言ったような気がします。定かではありません。父の血が全身に降りかかってきてからは記憶がないのです、と続きます。さあこの本もぜひ読んでみてくださいね。そろそろお店じまいとしましょうかね。小さな小さな移動図書館いろはにほへと、町での開催期間につきましては、移動が決まりましたら貼り紙にてお知らせいたします。人生のほんの一瞬ご一緒できましたことに感謝申し上げます。